みそのチャンネル。本日は萌子のチョークアートを見に来ました。お疲れ様です。萌子は前回の動画で、はい、みそのがチョークアートを教わってリンゴを出していただいたんですけれども、巨木のリンゴね。そちらの方もね、ファンが喜んでくれてサイン入りでプレゼントしたんですけれども、今回はのすけがチョークアートに挑戦するという、二人でね、美術館行ったりとかアート大好きな二人がやるとどうなるかというのをやりたいと思います。海外でも活躍中で、もともとは国民的美少女コンテストで一緒に女優で共演してからの親友なんですけれども、うん、どんどん大きくなっていって、いやいや、もうということで早速、はい、チョークアートやってみたいと思います。お二人に書いてもらいたいと思います、はい、今回のテーマは前回リンゴだったんですけれども、うん、はい、今回はレモンにしようかと思います、はい、レモン、ずるない、ずるくないよ、簡単じゃないレモン、うんうん、同じぐらい難しい、巨木になり得るところあるよだって。このこれを出る、これです、このレモンを書いていきます。はい、はい、まずはこの MDF という板に黒板の塗料を塗って黒板を作ります、はい、なのでこの黒の塗料を塗っていきたいと思います。そうです、大体大きい黒板とかも全部この作業から始めるので、学校の違う、あー、違う、違う、ごめんごめん、チョークアートの、うん、新品じゃないですか。ローラーは新品、毎回新品だよね。あ、そうなんだ、うん、いや、でもね、何回か使っても大丈夫です。そうだよね、うん、黒しか、あ、そっか、黒以外も塗りますか。こんなんローラーで色塗るのとかマジ小学生ぶりなんですけど。え、でも逆に塗るタイミング小学生でやった、あったあったあった、うちのじいちゃんは画家だけど、でも全然教えてくれなかった。あでも好きだもんね、その血を受け継いで、うん、そうそう、だってどこの美術館に飾られたんだっけ、上の、はい、え、一緒に見に行ったやつだね、うん、上のもあるし、なんか六本木の方にもだよね、青山だっけ、うん、結構むずいんですよ。なんでチョークアートを選んだの、うん、ただ単に、うん、絵の具とか油絵とかで描くと、うんうんうん、やっぱりそのまま模写になっちゃうから、やっぱりそういう、うんうん、チョークというこう儚い消えてしまうようなものを、うん、使うということに私はすごく意味があると思ってて、うんうん、で今回で言うならやっぱりすごくこう敬意のある作家さんたちの絵をもう一回描き下ろしたんだけど、うん、まあ、私というフィルターを通して、まあ、私はそのこう敬意のがある作品を地に落とすというか、うん、そういうイメージでドラッグダウンっていう風に言ってるんだけど、うんうん、ドラッグダウン、うん、まあ、そのドラッグダウン、カタカナやめて、英語か、うん、そう、でそのドラッグダウンっていうのは、うん、まあ、よりもっとこう身近に感じてもらうために、うん、今回そういうこう有名な方々をピックアップして、うん、しかもその要はそのまま、うん、こう書き写す感じじゃなくてチョークで、うんうん、やっぱり萌子を一回通して、うんうん、萌子の個性だったりとか魅力もそこに入り混ぜつつってことだよね、うん、そうですね、うんうん、そのまんまじゃんっていう再現した絵ではなくてっていうところだよね、うん、はい、
完成できました。すごいいい感じ。いかがですか。うん、すごいいい感じになったね。いや萌え子のがやっぱり。いやすごすぎて。でもすごいやっぱりね。まあでもセンスがあるからそうね、うん。やっぱさ、レモン書いてること忘れてこのサイズにしたよね。レモンっぽいのはこっちよねやっぱ。うん、うちもねでもリンゴそうやった。巨大なリンゴ。書きすぎるんだよね。でもいい感じになりました。ね、こんなに集中して絵描くと普段使わない脳みそを使うね。うんうんうん。なんか。そう。あ逆に使うんや。なんかこう何も忘れて何も考えずにみたいな感じじゃないの。無心になる人もいるもんね。うん。うん、そう。普段使わない脳みそを。いやだからさ、どうやって似せていくんだろうとかさ、影どうやってつけようとかっていうのは普段考えないじゃん、ブログでとか書いてたら。でもすごい手軽にね、匂いとかもないし、お家ですぐにできるんで、確かにぜひ皆さんやってみてください。ありがとうございました、はい、そんな萌子の絵がネットで買えるんだよね。そうなんです、こちら今回、はい、うん、限定150部で作ったんで、限定版画ですね。で全部にサインとあのシリアルナンバーが入ってゼロかもついてる。シリアル、あ、これが1や。そうです。うん。しかもそれが3万3000円で買えるっていう、はい、これもついてんだよね。うん、ズロクも初のズロクなので。ぜひぜひ。え、これはどんな感じの内容になってるの。それはあの展示の作品とか、私のその制作過程の写真のアトリエでの撮影をしたりとかして。まあ言うたらうちらで言う写真集というかパンフレット的なやつね、うん、はい、今までなんか図録なかったんで。なかったね。うん、よく言われてたんで、うんうん、ようやく。なるほど、じゃあ、詳細は、概要欄に貼ってますので、萌子の、はい、Twitter、Instagram フォロー、そして今回こちらに全員の3人のサインを入れて1名様にプレゼントしたいので、皆様チャンネル登録、そして高評価、そして、みそのチャンネルの公式ツイッターフォロー、このつぶやきをリツイートしていただければ、その中から抽選で1名様に3人のサイン入り萌子のチョークアートがプレゼントされますので、皆様ぜひご応募ください。以上、みそのチャンネルでした。